皆さんこんにちは、ゆうです。今回はまた荷物の開封をしていきたいと思います。今日は1月の26日月曜日でございます。アイカツのデータカード出す診断をですねやりに行きたいんですけども、ちょっとね、なかなか行けないです。今週中には行きたいなと思ってます。で、今回開封するのはまず Amazon の、小包そしてヨドバシカメラですね。最近ね、なんかヨドバシカメラに行くのすらちょっと面倒くさいというか、そんなことはないんですけど、楽かなということで初めてヨドバシカメラ、ネットでですね注文してみました。こういった形で、まあね、今回ヨドバシカメラで頼んだのは薄いものなんですけど、こんな感じのね、小包みで来るんですね。ヨドバシ .com と入ってます。ではどっちから開けますかね。アマゾンから開けましょうかね。それでは開けましょう。オープン。さあ、おお、入ってますね。では行きます。アマゾンで買ったのはこちらです。じゃじゃじゃーん。ゆきゆなは勇者であるブルーレイ第2巻になります。こちらは初回限定版を購入いたしました。こちらですね、元のお値段が8100円と結構高めだとは思うんですが、 Amazon で買うとですね、僕はいくらで買ったのかな、5900いくらで買った気がします。安いですよね。2000円ぐらいオフになってます。はい、こちら2巻の表紙は東郷美守ちゃんですね。うん、かわいい。で、特典がいろいろついてます。まだね、1巻をレビューできていないので早めにしたいと思います。うん、毎回イラストが綺麗ですね。続いてヨドバシの方を開けたいと思います。これも一緒かな。オープン。じゃあまずこちらから、ヨドバシではね2点注文いたしました。まずはこちら、はい、アイカツの公式ファンブックアピール3になります。イエーイ、いいですね。まだ第3弾、まあ今やれてないと言ったんですが、これでね予備知識を高めていきたいと思います。みやびちゃんのね歌が結構かっこよかったので気に入ってます。これも近々ねできたらレビューします。さあラスト、もう1点でラストになります。おお、入ってますね。では行きます。せーの、はい、よいしょ。はい、プリチケですね。ソラミスマイルコーデセットになります。限定プリパラレアがゲットできちゃうプリチケ12枚セットだよ。はい、タカラトミーさんの商品久々に買いましたね。おお、12枚入ってます。こんな感じですね。どっかの動画だったかな、忘れちゃったんですけど、プリパラをそろそろやろうかなっていうことで、コメントでソラミかドレッシングパフェのコーデセットを買った方がいいですよってことで、多分コーデセットってこれのことかな、わかんないんですけど、あのね、本当はソラミじゃなくてドレッシングパフェの方を、買おうと思ってたんですけど、僕が注文した時はドレッシングパフェのコーデセットがもう売り切れになってたので、今回はねソラミスマイルのコーデセットを買いました。うん、これを使って、あとはね筐体の遊び方を確認してから1月中に行けたらプリパラ挑戦したいと思います。ということで今回はこの3点を買いましたね。アイカツの公式ファンブックとプリパラのプリチケコーデセット、そしてゆきゆなのブルーレイ第2巻ね。はい、ちょっとね新しく動画を作れるかは微妙なんですが、早めにレビューしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。